いや、かつての友達との再会、熱い展開だよね。うん、天道隊はいないし、来ても大丈夫。待って、二人とも足が速いよ。お姉ちゃんが遅いんだよ。いやー、ぐさっときますね。面目ない。それにしても、天ってイメージとは違う。ふわふわとした真っ白な雲の上に住んでるものかと。ここは同じ家が並んでて、ちょっと変な感じ。お姉ちゃん、ここはね、次に行く前の人たちが住んでいる場所なんだよ。次？うん。でも私もよくわかんない。次に行かなきゃいけないところがあるってことは、ここに来てからなんとなくわかるの。みんな自分の中で整理して、落ち着けたら次に行くの。お姉ちゃんもいつかきっとわかるよ。達観してる幼女だな。きっとこれ以上は詳しく聞いちゃいけない気がする。それよりも、何があったの、お姉ちゃん。天道隊の施設にいるなんてびっくりしちゃった。詳しいことはまた後に話すけど、今、変国へ行く道を探しててね。変国？うん、でも簡単に見つかるかどうか。そっか、なら。親切絹ちゃんに聞いてみるのがいいよ。親切、絹ちゃん？うん、白髪のおばあちゃんで、お着物着てて、親切で優しいの。それにとっても物知りで、みんな絹ちゃんのことが大好きなんだ。白髪で、着物で、絹ちゃん。ねえお姉ちゃん、私、お手伝いしたい。え？お姉ちゃんにはあの川で助けてもらったもん。私、ずっとお礼がしたかったの。絹ちゃんのところへ案内してあげるよ。キヌちゃんの家の前には水がめが置いてあるんだ。サナエちゃん、ありがとう。すごく助かっちゃう。私一人だったら絶対天で迷っちゃうもん。へえ、どういたしまして。もちろんクロも一緒に来てくれるよね。にゃ、クロもありがとう。ちょっと影の人邪魔。そうと決まれば目指せキヌちゃんち。忘れないでね、キヌちゃんの家の前には水がめが置いてあるからね。ごめん。うん。そんな偶然、あるわけないよね。いやー、もう泣きそう。このイベント、ほんと泣きそうなんだよね。まあ、そんなわけでソウルソサエティ編、始まりましたね。陰っていて表情が見えづらい。確かフリー版でもお話はできなかったかな。しかしこう、天へ来たんですけど、なんかフリー版の時のさ、あの金色の赤子のイベントがなかった気がするんだよね。あれって結構重要だった印象があるんだけど、どうなんだ、削除されたのかどうなのかわからんな。待ってお姉ちゃん、そこは人の家だよ。あ、ダメっすか、人ん家ってタンスとか壺割ったりするの趣味なんですけど、薬草とかさ、旅人の服があったら嬉しいね。これは水がめではなく樽か。位置的にはね、やや真ん中左の方にあったイメージなんだ、キヌちゃんち。ここもちゃうね。とりあえずはまあ、別に行けないと。ああ、ここっぽいな。ちょっと下の方に位置変わったか。まあ別にどこにあってもいいのだが。とりあえず一旦全体を把握したいところ。まあ、この街並み、村並み、馬並みなのね。あんまり広くはない感じだな。まあ、あんま広くても仕方ないからね。では、いざ、キヌちゃんち。キヌちゃんちはここだよ。ここが。どうしたの、お姉ちゃん。ううん、なんでもないよ。大丈夫。入ろう。うん。キヌちゃん、お邪魔します。おやおや？その声はサナエちゃんに来るね。いらっしゃい。ちょうど今おむすびを握ったところなの。一緒に食べる？やった！食べる食べる！にゃ。この声。この匂い。この玄関。
全部覚えてる。そうそう、あのね。今日はキヌちゃんにお客さんを連れてきたんだよ。お客さん？おばあちゃん、ひなこ、おばあちゃん、おばあちゃん、ひなこ、ひなこなんだね。なんでひなこがここに、しかもこんな若い姿で。違うの、これには訳があって。ひなこがそう言うなら、きっとそうなんだろうね。さ、こんなところで立ち話もなんだから、おむすびでも食べながら、おばあちゃんに話してごらん。うん。さなえちゃんとクロも、ひなこを案内してくれてありがとう。えへ、どういたしまして。にゃ。さあみんな、奥へおいで。お姉ちゃんも早く早く。おばあちゃんだ。本物のおばあちゃん。あの頃から何一つ変わってない、おばあちゃんの匂い。ずっと、会いたか。ひなこがここまで来た経緯は分かったけれど、本当にもう体を起こして大丈夫なの？そうだよ、無理しちゃダメだよお姉ちゃん。心配かけてごめんね、おばあちゃん、さなえちゃん。でも大丈夫だから。天国でもこういうことよくあってね、気が抜けるとすぐ。でも一佐さんがそばにいてくれたから危ない目には遭ってないよ。そうだったのかい。ひなこは随分と時神様の世話になったんだね。うん。ひなこがたどり着いた場所がここでよかった。どういうこと？ここは極楽浄土や天国ではないからね。その一歩前、次へ行くための準備をする場所。それで、ひなこはこれからどうしたい？天国に戻りたい。一佐さんがいたから今もこうして元気でいれてるの。だからお願い、おばあちゃん。天から天国につながってる道を私に教えてほしい。おばあちゃんとしては、可愛い孫を天国に送りたくはないんだけどね。お願い、おばあちゃん。私、一刻も早く天国へ戻って、一佐さんを助けに行きたいの。そう慌てないの、ひなこ。でも、おばあちゃんは迷子のひなこもすぐに見つけられるんだから。天国への抜き道を見つけてないわけないでしょ？さすが、キヌちゃん。にゃあ。それじゃあ、焦らないの。はい。ひなこは天国がどんなところかちゃんと知ってるのかい？あそこは混沌とした穢れが満ちてる。神でも人でも危険な場所。天へも地獄へも行けない者たちが集まる場所として。誰とのつながりもない孤独な場所なんだよ。汚れに侵された者の家たちがうじゃうじゃいるし、生への執着としてひなこを食おうとしてくる。それでも行きたいの。場所が孤独でも私には
縁があるから。天国へ戻る前に、ひな子はすることがあるでしょ？すること？あんたをここまで守ってくれた方にお礼をしてあげなさい。守ってくれた方。ひな子が留置所から脱走したとなれば、きっと天道隊がこっちまで探しに来る。その間、町の外れにある森にいなさい。さなえちゃん、ひな子を森のみそぎ場に連れて行って。わかった、いいよ。ひな子、そこでしっかり汚れをみそいでくるんだよ。え？え？あんたがよく気絶するのは天国の汚れのせい。本来ならその程度で済むはずはないけど、守ってもらっているようだからね。どういう意味？ひな子、もたもたしていいのかい？う。それじゃあお姉ちゃん、森のみそぎ場へ行こっか。うん。待って。おばあちゃんと私を二人きりにさせてもらっていいかな？うん。じゃあ家の前で待ってるね。ありがとう、さなえちゃん。あ、黒はいていいんだ。どうしたの、ひな子。おばあちゃん、ごめんなさい。私が小さい時のことを覚えてる？おばあちゃんにひどいこととか、わがままを言って。おばあちゃんをたくさんたくさん困らせて。私ずっと後悔してた。いくら後悔したってやり直せないのに、ずっと思ってた。私、もっといい孫になりたかった。おばあちゃんのことが大好きだって、もっとたくさん言いたかったの。ごめんね。ごめんなさい。ひな子、おばあちゃんの話を聞いてちょうだい。おばあちゃんはね、ひな子のことが大好きなんだよ。おばあちゃんはひな子が可愛くて可愛くて仕方がないの。だから、たくさん世話を焼いてしまう。だから、ひな子に文句を言われても、おばあちゃんは怒ったりしませんと。ひな子の成長、そばで見られただけで、十分幸せ者だからね。おばあちゃんの可愛いひなたの子。たくさん、頑張ったね。人の後悔を、やり直すことはできないけど、泣いてるだけじゃなくて行動することはできる。そうすればきっと何かが変わる。おばあちゃんとひな子がまた出会えたのは、ひな子が頑張ったおかげ。こうして大きく成長したひな子を見れたんだもん。こんなにいい孫を持てて、おばあちゃんは本当に幸せ者。おばあちゃん。ん？泣き虫なところは変わらない。さあ、行っておいで、ひな子。大丈夫。おばあちゃんはずっと、ひな子の味方だからね。うん。ああ、泣く。ああ、ていうか、ちょっと泣いてる。いや、これは仕方ないって。おばあちゃんはこっちのこと信じてくれるしさ、あの笑顔で救われるわけよ。黒。ああ、黒もいい子だね、お利口さん。助けてくれてありがとう。綺麗になったね、ひな子。ああ、このまま肩もみしたい。肩、叩きはしない。家族写真や本が飾ってる。おばあちゃんの家と全く同じだ。家は別だったのかな？これは、現実でのおばあちゃんの家の再現か何かなのか、玄関にも見覚えあるって話だったもんな。しかしさ、ひな子ちゃんに取り付いてる、守ってくれてるものの存在、神である一茶さんも気がついてなかったのにさ、おばあちゃんは気がつくってすごい誤人だよね。もう亡くなってからさらにパワーアップしてるって。いやー、
私もこういう年の取り方をしたいもんだね。いや、まあ、あの世に行ったら年を取るとかそういうもんではないのかもしれないが。おじいちゃんの絵か。おじいちゃんは前もって亡くなって、この天にはいないのかな。それともおばあちゃんがここに来ておばあちゃんに会えたことで、先に行ったっていう可能性もあるか。ちょっと一目見てみたかったな。この感じ、時の記録ができそうだけど、イッサさんはいないのに。今はわからないけど、時の記録をしたら、急ぎ場へ行かないと。記録しました。さて、では、この長い長い謎に長い廊下を越えて行きましょうかね。傘立て、ですかね。壺だな。これなんか底にお水が溜まっていきそうで嫌だな。近くの牛丼屋ね、いつもね、同じ傘があるんですけど、立てかけてあって傘に。そこがね、すごいね、汚いんだよね。あれ、サナエちゃん、どこにいるの？みそぎ場って、どこなの？お家の前にいるって言ったのに。あれ？私、見逃した？あ、なんかいろいろいけるな。あ、ここにも、いけるのか。みそぎ場ってどこなんだろう。ああ、ガシャガシャと、川の音。あれ、いつの間に合流してたの？あ、そっか、合流してたのか。みそぎ場が、あれ、なんか行け、滝行しろっていうの？おばあちゃん、スパルタ。わ、綺麗なところ。ここでみそいで、体を清めてきてね。私はここら辺散歩してくるから、ごゆっくり。うん。疲れ切った体が言えるの？すごいな。まあ、ほてった体を冷やしたのかな。アイシングしてるんだ。いや、もう動きっぱなしだったしな。ちべたい。けど。なんだか、不思議な感じ。心地よくて。ふわふわする。お前さんと出会ったあの日を、私は決して忘れないだろう。絶対に。お父さん、ここが、時神様の？ああ、時神様の祠。私たちをいつも見守ってくださる。おやおや、久しい顔だね。お前さんはもう父親か。前はあんなに小さかったのに。親子で来てくれるなんて嬉しいさね。時神様にちゃんと挨拶はしたか？うん、見守ってくださいって。よし、お父さんは昔から時神様に挨拶して世話になってるからな。声は聞こえないし見えないが、お前のこともきっと見守っててくれるはずだ。うん。人の子の成長は早いもんだね。さあて、今日も時神をしないとね。ここが時神様の祠。おむすび気に入ってもらえるといいけど。おや、クモスにおむすびかい？嬉しいね。よかった。私おむすびには目がなくて。え？あれ？お前さん、私が見えてるのかい？
こんにちは、ドキガミ様。いつものお供え物のおむすびです。今日のはとっておきですよ。何が入ってるか当てられます？いつもいつもありがとうね。ん？今回の具は、ヤブメかい。ちょっと刻んであって、私はこれが一番大好きさ。ん？当たり。うまく使ってたから、早く食べてもらいたくて。嬉しいね。お前さんからのおむすびをもらえるのは、私の特別な楽しみの一つなんだよ。そういや、村の方はどうだい？おかげさまで、今年も豊作で、村のみんなも喜んでいます。そりゃよかった。まあこんなに豊作なのも、お前さんたちが頑張った結果だが。そう言ってもらえると、時が見よりに尽きるね。ふふん。ん？どうかしたのかい？あ、いえ。またいつでも、時神様に会いに来ますから。これからもここで一緒に、おむすびを食べましょうね。ああ。次にお前さんが来る日を楽しみにしているよ。こんにちは、時神様。どうしたんだい？最近調子が悪そうじゃないかい。村の皆が噂してるんです。神様と人が近づきすぎるのは罰当たりだって。でも、それでも私は。私もお前さんと同じ気持ちさ。そうそう。こないだ話しただろ？お前さんに渡したいものがあるって。わあ。綺麗な朱色。これ、私に、いいんですか？こんな高価そうなもの。もちろんさね。お前さんによく似合う。それと、だ。その紐飾りには、汚れを払う力を込めておいた。だからしっかり持っておくんだよ。汚れを。ああ。危険があった時に願えば、その紐飾りが、汚れを払ってくれるさ。ありがとうございます、時神様。そうだ。代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方、やめてくれないかい？名前、嫌なんですか？いやね、勝手につけられたなんだが、私はもうちょっと洒落た名前がいいね。そしたら私、次来るときまでに考えておきます。とびきり素敵なものを。ああ、よろしく頼んだよ。楽しみだね。時神様、今日は遅かったね。来るのを心待ちにしていたんだよ。時神様、私。そんなに慌てて、どうしたんだい？ごめんなさい。もう私、ここへ来れないです。そんな寂しいことを言わないでおくれな。一体何があったって言うんだい？ごめんなさい。ごめんなさい、時神様。謝るだけじゃわからないだろ？一体何が？いたぞ、こっちだ。早く捕まえろ。今のは、私、もう行かなくちゃ。待ちな。一体何があったって言うんだい？とにかく、私に話してみな。それで解決方法。今まで、ありがとうございました。お話も、いただいた紐飾りも、ここにいる時間、私、楽しかった。これが、神様と人が、近づきすぎた罰だとしても、こんな結末でも後悔はしてません。おい、そんな。だから、私との時間は、決してやり直さないでくださいね。あなたと過ごしたどの瞬間も大事なんです。そんなことを言うんじゃないよ。最後に、
これだけ伝えたくて。考えてきたんです。お約束した時神様の名前。あなたといるとほっとするから。イッサなんてどうですか？素敵な名前でしょ？きっと大丈夫ですよ。おむすびには縁と縁をつないでくれる力があるみたいです。えにしが導いてくれますから。だから。私のせい。私がうつつを抜かしていなければ、村の飢饉を救えたはず。村の皆を、あの子を救えたはず。私が人の子だったら、あの子のそばにいて、何かを変える力があったはず。何が時神だ。何がうぶつな神だ。私は大事なものも救えないじゃないか。私は疫病神じゃないのかい。キノハ。今のイッサさんの記憶、起きたまま見た。今回初めてか。ハクチュームではないし、サイコメトリーに近いか。そっか、そうだったんだ。私が受けるはずだった汚れを全部受けてくれたことも、イッサさんがいないのに時の記録ができたことも、小さい頃、迷子になった私を、助けてくれたことも。あなたが何者なのか、しっかりとはわからない。けど、ずっと、私の中で、私のことを、守ってくれてたんだ。待っててね、イッサさん。次は私が助けるから。絶対、会いに行くから。お姉ちゃん、大変だよ。すげえパッと服着た。どうしたの、サナエちゃん。近くに天道台の人が来てたの。ここにいれば見つかっちゃうかもしれない。じゃあすぐにおばあちゃんの家に戻ろう。うん。天道隊が来ていたか。なんか他にまだ重要なイベントはあったような気もするけど。まあひとまずちょっと、おや？なんかあるな。まあこれちょっと一旦セーブして次回のパートに回しましょうかね。さて、にしてもえぐい夢を見て。これな、村だっていつも私はネタにするけど、まあ、気持ちもわからなくもないんだよね。何かにすがりたくなる。だからといって生贄に何かを差し出すかっていうと、ちょっと時代と状況が違いすぎるからな。なんとも言えんが、まあ、良くも悪くも、無駄だったね。